あ、マイクチェック、ワン、ツー、マイクチェック、ワン、ツー、マイクチェック、ワン、ツー。よし、OK。呼びよう。はい、どうもこちゃん。いきなりね、ビデオが始まってしまったんでね、いや、お前、なんだよ、そのマイクチェック、ワン、ツーとかね、その髪型いいねとかね、なんか夏っぽいね、君とかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、ちょっと今回、このビデオでは、あなたの脳波を変えるだけで人生がうまくいってしまう。引き寄せの法則がどんどん働いてしまう。あなたが、どんどん成功していってしまう、ね、そういうねちょっと神秘的でありちょっと詐欺チックなお話を今回していきたいなというふうに思ってます。なのでちょっとねあなた自身こうまあ初めてねいきなり僕の顔見るからいや怪しいなって思うの当然だしねいやなんかね絶対また嘘でしょみたいな感じなの当然だと思うんでねぜひねその気持ちを心に秘めたままでいいから何かあなたがねこのビデオを見てちょっと何か感じるのであれば今回のビデオね10分しないで、終わると思うんでね今回のビデオ最後までご覧いただければなというふうに思ってます。でちょっと今回で、ね、何してお話していくのかというとさっきちらっとお話したんですけれどもあなたの脳波っていうものをちらっとちょっと変えるだけで人生がうまくいってしまうよっていうそういうお話をしていきたいなというふうに思うんですよね。でなんでこんなお話をするのかっていうとね僕自身今ね自分自身で2015年か16年ぐらいだと思うんですけども8年ぐらい前から自分でねこういろんな自己啓発の本とか、いろんなセミナーとかに出てきて、いろんなこうことを勉強してきたんですよ。でそのおかげでね、今自分自身がこう、なんていうかな、自分のある程度満足したようなね、ライフスタイルっていうのを自分の中で構築することができて、今大体年間の半分ぐらいを海外で過ごすような、ライフスタイルを送っているんですけども、その中で僕自身がやっぱりこういろんなね、勉強していく中で、やっぱりこう必要だったことと必要じゃなかったことっていうのは絶対あるんですよ。で、こう今振り返ってみて分かることが、ほとんどがでもね必要じゃなかったんじゃないかなってことを思うんですよね。もちろんやっぱりねその中で勉強して大事だった部分があるからなんていうかな今の自分がいるっていうのは事実だしねこれからもねそのやっぱ自分の中で学んだものをもっともっと生かしていけたらもっと人生楽しくなるのかなっていうふうに思うんですけどもほとんどが、いらなかったっていうのはこれ事実なんですよ。だからちょっとこれどうしてもこれ見てくれてるあなたって多分ねわかんないですよ。僕の顔が嫌いかもしれないんですけど多分すごく勉強が好きな方ですごくこうやっぱ人生を有意義にされたいからこんなね変な怪しい謎の男のビデオ見てると思うんですよ。そんな僕自身がなぜかもみあげがニュースが巻いてるんですけどもこういう変なねやつのビデオ見てると思うんですよね。そうでだからちょっとこれ今回このビデオ見てくれてあなたに本当にどうしても伝えたいんですよ。それ何かというと多分巷で言われてる成功法則というのは多分あんまり正しくないんじゃないかなってことなんですよ。そうでこれ本当に僕がね結構いろいろ勉強して一つだけ何が大事なのかなってことをね、こう、いろいろ研究したんですよ。で、もちろんね、やっぱりビジネスの世界とかね、いろんな面、分野に関してやっぱりうまくパーンといっちゃう人と、なかなかこう、やっぱ努力してもうまくいかない人っていうのはいるわけですよね。何が違うのかなって、こう、行き着いた結果が、今回のちょっとね、このあなたにお伝えさせていただく、この脳波なんですよ、脳波。で、脳波って何よっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけども、僕たちってね、こう、普段生きているときに、いろんな脳波を持って生きているんですよ。わかりやすく言うと、周波数みたいなものですよね、周波数。でこの宇宙、この世界全てに存在するものには脳波じゃなくてすみません周波数っていうものがあって例えば関東とね関西だとよく周波数が違うって話聞いたことありますよね。そう、それと同じように何ていうかな心電図みたいなのこう波がありますよね。僕たちの脳にも実は脳波っていうのがあってそれがこう一定周期に人によって違うんですけど動いているんですよ。でこれが面白くて脳波っていうのはいろんな脳波があって例えばこれ聞いてくれてる人聞いたことがあるかもしれないですけどアルファ波っていうのはこれはね、大体リラックスしている時とか、僕たちが落ち着いている時の脳波なんです。結構ゆったりなんですよね。っていうのもあれば、結構緊張してね、焦ってて、バクンバクンって感じで、こう、ピンチ状態の時、これベータ波っていうんですけども、とかあとね、デルタ波とか、ガンマ波とかね、シータ波って言われてるものとか、いろいろあるんですよね。で、その脳波っていうものが実は結構これ成功するかしないかっていうのを決めてるってことが、これ実際最近の研究でも分かったんですよね、これ。そう、で、実際にこれノーベル平和科学賞かな受賞した利根川さんという方が言っている話が脳波っていうものを実はある特定のヘルツにすることによって引き寄せの法則わかりやすく言うと自分がこう思ったことがすぐにバン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 寄ってきてしまうそういう生き方ができるってことを彼が言ってるんですよ。そうで何が言いたいかというとその要はね僕たちって今の時代も本当に、ね、どんどん時代が変わってきて、僕もそうだったんですけど頑張るとか忍耐とかね例えばよく僕が昔悩んでたのはこう好きでもない先生がでも稼いでるからねなんかこうこの人の教えを素直になって聞いて、律儀になって勉強して、がむしゃらにね、1日10時間働くみたいなことをやってたんですけど、やっぱりそれだと結果出ないんですよね。で途中から今回のこの脳波だったりとかね、リラクゼーションとかいろんなこう
新しい最先端の考え方ですね、自分に取り入れ始めてから。もうとにかくリラックスして自分らしくありのままで生きようって決めた瞬間から、どん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 不思議なんですよ、これうまくいってしまったんですよ。でもちろんね、まあ、こんな話しても会ったことないしね、いやお前そもそも誰だよみたいな感じでね、なんかこの変な野郎がっていう風に思ってしまう人もいると思うからね、なかなか死ぬって言っても無理だと思うんですよ。そうだから半信半疑でいいんですけども、だとにかくね、僕が今回伝えたいこと、ノウハウを本当に変えればうまくいくんですよ。そうで、さっきちょっと話飛んだんですけど、そのね、ノウハウが宇宙さんとこう同調する、ノウハウと宇宙さん の波長と自分のノウハウっていうのが一致した瞬間に、ボン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 こう引き寄せの法則っていうのが起き始めて、人生が加速していってしまうんですよね。そうだ、ちょっと今回ね、まあ、これ聞いてくれてるあなたに、まずね、これ、もしね、今回のビデオを見てなんか役に立つなとかね、いやなんか、ノウハウ確かになっていうふうに思う場合は、ぜひね、ちょっとこのノウハウを使った新しいちょっとこう、まあ、生き方っていうのをしていってほしいんですよ。僕自身も本当にね、こう常にリラックスしていて、常に焦ってないし、ほとんどこう、何かな、何を一番意識するといいのかなって思うと、やっぱノウハウなんですよね。ノウハウ意識してると、本当にこう、バン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 引き寄せられてきて、例えば本当に面白くてね、これ、自分はこう、本当に思ってた人が急にこう、目の前に現れたりとか、急に自分がね、例えば、今回もさっきも面白くて、ちょっとしばらく音信不通な人のこと、なんか、この人久しぶりに連絡来ないかなと思ったら、こう、メールが来たりとか、例えばさっきパンツ欲しいなと思ったら、急にパンツが降ってきたりとかね、結構本当そういうレベルで、こう、どん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 、引き寄せが起きてくるんですよ。そう。これが本当にすごいところでね。だから、これちょっとぜひ、ね、本当に、ちょっとね、あなたがこう、こういうね、話聞いてみて、抵抗ない場合はね、まあこれ、絶対聞いてもね、いや、うさんくさい、無理だろみたいな感じで思ってしまう人がいるから、ちょっとこれぜひね、これからあなた、脳がちょっと意識して、生きてほしいなというふうに思ってます。え、どうやんのってか、お前、そこまで話したけど、脳がどうやって生きるんだよっていうふうに思ってしまうと思うんですけど、ちょっと今回ね、これ見てくれてる人に特別に今回、僕がどうやって脳波を使ってね、ある特定の並列を誘導して、常に生きてね、引き寄せられている人生を送るのかっていう方法をちょっと今回特別にあなたにだけね、プレゼンするんで、今回ちょっとこのビデオの下に、ちょっとこうなんかね、怪しいなんかこう、クリックしてくださいみたいなところあると思うんですよ。なんか豪華プレゼントみたいな感じでね、そこクリックしてくださって、その後に、あなたが僕にちょっとね、メールをね、送ってくれれば、僕が直接あなたに教えます。やっぱりなんでかっていうとね、こう、実際ここで話そうと思ったんですけど、これ他の人もビデオ見れちゃうしね、これだからその本当にこう、なんていうかな、僕の中でこう大事な人にしか教えたくない気持ちもあるし、やっぱこういう話してもなんかこう、オカルトチックじゃないですか、かなり怪しいしね。本当にこう信じたいなっていう気持ちの人にしかやっぱ僕自身もこうシェアしたくないから、なんでかというと批判されるのも嫌だしね、僕も。だ本当にこう仲間だなっていう人にだけシェアしたいなっていうふうに思うんで、もしね、ちょっとあなたがピンときてこう怪しい世界に踏み入れたいっていう場合は、ぜひ今回この下のページにあるところにね、あなたの、アドレスを送ってくれれば、直接送らせていただくんでね、ぜひ楽しみにしてほしいなっていうふうに思ってます。そう、本当に結構怪しいですよね。でも僕自身もそうだったんですけど、やっぱこういう、なんていうのかな、多くの人が注目しないところにこそ、やっぱり秘密があるのかなっていうふうに思うしね。やっぱ世の中こう、本当に大事なものほど、実は表に出てこないみたいなことが、これ僕自身最近人生で分かったことなんで、まあ、ぜひね、ちょっとこういうお話を聞いてみてね、まずちょっとあなたたちが僕のこと嫌いだったら絶対見ない方がいいと思うから、それだけ本当に注意してほしいんですけど、もしちょっとね、いや、こいつの話なんか怪しいけど聞いてみようって、ちょっとこう、これも右脳とか潜在意識とか直感ですよ。働く場合はちょっとね、チェケラッチョしてほしいなっていうふうに思ってます。ちょっとね、こう、タメ口だしね、なんかこう、なんか変な、なんかお前な、みたいな感じだと思うんでね、まあ、ちょっと嫌な気持ちさせてしまったら本当に申し訳ない気持ちがいっぱいあるんですけども、ぜひね、まあ、これだけ本当に言えることが、本当にね、人生僕愛しているしね、これ見てくれてる人も本当に愛しています。だからぜひね、ちょっとこれ人生楽しんで、まあ、今のこの愛してますっていうのにも実は独特のこう周波数っていうのがあってね、あーおうんっていう、聞いたことありますね、あーうんの法則っていうふうに言ってね、こう実は語源によって僕たちのその感情、バイブレーションが変わるから、その体の動きとかも全部変わるんですよ。そう、ちらっと今話しちゃったんですけど、そういう方向も話していくんで、ぜひね、マイクチェック1、2しながら人生一緒に楽しんでいきましょう。ってことで、最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひね、下のページ見といてね。ありがとうございました。